ズマチャンネル。こんにちは、ヒグマです。今日は開封動画をやっていきたいと思います。こちらになります。つばきあんさんから届きました。この大きさでね、つばきあんとなるともうなんだか分かっちゃったかもしれないですけれども、早速開けていきたいと思います。よいしょ、届きました。これです。ではちょっとディテールをあの別のカメラで見ていきたいと思います。その前にお手紙が、ヒグマさん、ご注文ありがとうございます。ご愛用いただけますように、森田真美。お手紙が書いてありました。私一言もヒグマって名前書いてなくて、本名で注文したんですけれども、ヒグマさんって書いてくれてる、嬉しいです。それでは見ていきたいと思います。はい、届いたのはこちらになります。ペイズリーヘコービのお色はヘーゼルナッツですね。こちらは、素材はポリエステル 59%、 ウール 35%、 アクリル 3%、 ナイロン 3%、 アイロンは中温でお願いします。はい、結構すごいいろんなものが混じってるこう素材ですね。こういった感じで、ちょっとやっぱりウールが30%、ウールアクリルが合わせて 38% 含まれているだけあって、ちょっとこうかなりこう温かみのあるね、冬物って感じしますね。裏見るとね、裏はなんかゴブラン織りのような感じで、前のね、あのレオパードの時は裏はねもう無地で全く使えないような感じだったんですけど、こちら裏も使えそうだと思いませんか。これ裏はなんかゴブラン織りみたいに見えますよね。裏は裏でなんかちょっといい味出してる感じもしますね。表はちょっとこう毛羽だったような感じもあって、すごく温め、この無地場のところがちょっとこう温かみのあるような感じでも、触るとツルツル、うん、で裏見ると全体でゴブラン織りのような感じになってるので、これはこれでなんか裏でもまた使えそうな感じですね。すごくなんかこう風合いがいいです。ちょっとね、どんな着物にね合わせてみようか、ちょっと考えてみたいと思います。はい、1枚目はこんな感じです。ここにね、なんかね弓矢を持ったサンタクロースみたいなね人がいるんですよね。ちょっと面白い柄の紬になっています。染め柄ですね。それにこの帯を合わせてみました。で、小物はねちょっと朱色のような感じで、赤をこうアクセントにした感じのコーディネートになりますね。はい、こんな感じ。はい、こちらは、母の、あの主人のお母さんからの、お下がりなんですけれども、これ多分、まあ、椿のような感じですよね。この大島ですね。この大島に合わせてみました。で、こうちょっとねクリスマスを意識してポインセチアの帯留めを使ってみました。で、今回は、帯揚げ、これちょっと茶色い感じを選んでみました。うん、こういう感じですね。マミさんもなんかあのおばあ様からのなんかお下がりの大島に合わせてて、ね、すごく素敵だったので、私もちょっとお下がりの大島に合わせてみました。はい、3枚目はこんな感じですね。こちらね、こちらも大島なんですけれども、購入したリサイクル店からは村山大島っていうふうに聞いています。
まあ、柄はね、柄がっていうか色合いは村山大島っぽくないんですけど、生地はなんとなく、うん、村山大島っぽい、ちょっともたっとした感じの、うん、大島ですね。でこれに小物はね、ちょっとブルーを効かせてみました。これもブルーが入ってる帯締め、柄の帯締めに帯揚げブルーを選んでみました。こんな感じもいいかなと思います。帯は、なんかね、レオパードよりもさらに柔らかくて軽い感じがします。見た感じね、結構重厚な感じに見えますけども、すごく軽いふわっとした感じにしますね。これを一応、うん、これで、まあ、何す、重ね太鼓、今日は重ね太鼓をやってみたいと思います。今回は着付け動画は省略します。重ね太鼓の結び方を見たい方は前々回の動画、薄くて長いへこ帯の二重太鼓と角出しを参照してください。はい、できました。なかなかちょっとね、画像でこの雰囲気が結構あんまり出ないかもしれない。とてもね、こう渋めのコーディネートになりました。半襟もブルー系にしたんですけれども、この黒っぽい着物とブルー、あの紺色っぽいね、あの群青色っていうのかな、そういうような色の半襟、このちょっと葉っぱの柄なんですけども、分かりにくくって、して帯揚げもブルーなんですけど、ちょっとなんかいろいろと全部なんかこう埋め込まれてしまうような感じで、一応ここにね、寂しかったのでお花のブローチ、ビーズのブローチなんかをしてみたんですけど、これ布がね、もう普通の帯と違ってウールのね、結構目の粗い織りなんですよね。だからもうブローチとかブスブス簡単に刺しちゃっちゃうので、ブローチを帯に刺したりとか、そういうアレンジもねしやすくていいかなと思いました。針刺しても本当に目の粗いあの生地なので、全然針穴とかが あの残るとかそういう感じはないです。うん、こんな感じになります。で帯結びは今回はこの重ね太鼓ですね。このタレが1枚2枚あるタイプですね。これもね、本当にね、あれです、あのレオパードよりもさらに柔らかくふにゃふにゃですね。でとっても軽くてふにゃふにゃです。もうね、予想以上に予想以上に本当にね柔らかい生地で、なかなかこれをね、あ、なかなか難しい。これだけど、私前回あのレオパードでこの帯結びを、ちょっと考えて、うん、これ2枚目1枚目ですね、この結び方を、考えておいてよかったなと思います。この結びだと、まあ、ほとんどお太鼓に近い二重太鼓なんですけども、まあいい感じで結べます。この帯の分量がこれを作ることによってちょうどよくなりますし、まあまあこうほとんどお太鼓と同じような感じで、結ぶことができます。とてもね地味で、これは、まあ、これ逆に私たちよりもあの若い人がこの地味な、あのコーディネートをしたら素敵かもしれないですね。私がするとちょっと、うん、おばあさん寄りにかなりなっちゃったかなっていう感じもしますけど、まあ、うん、まあこれはこれでいいんじゃないかなと思います。今日の動画はこれでおしまいです。気に入っていただけましたら、いいねボタン、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。